てらっしゃい。まっつん貸してらっしゃいね。カーブしちゃダメよ。いや、大丈夫だ。あと30分したら会社へ電話かけてみるわよ。まあ、藤尾ちゃん、こんにちは。お母さん来てらっしゃる？うん。どうしてこんなとこにいるの？母さんたちの話聞いてたって面白くねえんだもん。そう？ねえ、一緒に中入んない？僕、ここの方がいいよ。待ってらっしゃいね。ねえおばさん、母さんに早く出てこいってあんまり長いと先帰っちゃうってそう言ってよ。はいはい。牛込の奥様がお見えになりました。あ、そう。こんにちは。いらっしゃい。ごきげんよう。先日はどうも。あんたいつ来たの？少し前。へえ。あんた今日はいやん、綺麗ね。そう。今日はとても素敵ね。本当に綺麗よ、今日は。よしてよ、今日は今日はって。へえ。いつも綺麗なつもりでいるんだよ、この人。バカ。その方がいいわね。そう、ちょっとシャーテルだろ。どこ？三越。うん、あそこの山菜かい。うちの見立てなんだけどね、ちょっと地味じゃない？へえ、地味それで。そうかい、地味じゃないかい。て、お前さん今年いくつ？くさらすな。ほほほほほ。ああ、まずいまずい。こう。ほほ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 。なにそれ。おかしい？じゃダメかね。はいさ。いいね。この頃とても増えちゃってね。ほう、しわ？そう、はっきり言うもんじゃないよ。ねえ、笑ったここのとこ出るだろ。だから出ない笑い方、鏡で研究したのよ。はっ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 。どう？そうおかしくないだろ。苦労してんのね。そうやってごらん。はっ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 。ねえ、動物園行きたくなんない？バカ。あ、いけないいけない。伸ばしとかないとね。あ、藤尾ちゃん怒ってたよ。ぐずぐずして先帰っちゃって。早くお帰り。あ、そうそう。ねえ、あんた。ちょっとこれできる？なに？あ、5000白銅と1000銅貨合わせて32枚あり、これにて1円30銭の支払いをなしたるに2000不足というおのおの何枚なるか。なに？先日よ、昨日藤尾に引かれて困っちゃった。何しろあの子も今年中学でしょ。準備で大変なのよ。あの子がやってんのに、まさか私が先に寝るわけにもいかないし。昨夜も2時までお付き合いさ。こんな問題で？うん。ちょっとやってみてよ。5000白銅と1000銅貨合わせて32枚か。2000不足という。落ち着いてやってね。うちのことなんか考えないでね。なんだこんなもん。5000白銅の数を X とすればいいんじゃないの。X 使っちゃいダメなのよ。台数でなく算術でやってちょうだい。うん。合わせて32枚か。ダメダメ、我慢口出しちゃう。あ、そうか。できた。あ、ちょっと待った。あ、ダメか。頼むわよ。脅かさないでね。こんな問題、中学で出やしないよ。自分ができないと、すぐそれだ。ねえ、あんたんとこのドクトルのとこに来る人で、誰か見てくれる人ないかしら。私一人で本当に困っちゃうのよ。ねえ、どれか世話してよ。うん、でもあんた好みやるさいからね。私が教わるわけじゃありまし、なんだっていいわよ。ただしあんまり不潔じゃないの。そうだね。でもいくらあんたが好きだって、フレデリック・マーチみたいな家庭教しないわよ。そんなのがあれば結構だけど。頼むわ、本当に。聞いてみてよ。うん、後にしないでね。頼むわ。本当に藤尾に怒られちゃうから。帰る？これから銀座に出んの。
くらいさ、今日は。ねえ、明日あたりまた大阪のせっちゃん来るわよ。そう、会いたいわね。私あの子好きさ。あの子いい子よ。ちょっと清潔な感じがして。さよなら。さよなら。あんたにこんなにも伝えたの。何？冗談じゃないよ、バカ。さよなら。さよなら。ごきげんよう。私少しお腹が空いちゃった。何かない？ビスケットがあるぞ。ビスケット？そんなもんでなしにさ。じゃあどんなもの？何かない？お蕎麦は？お蕎麦？じゃあお寿司は？寒そうね。何がいいの？おどんぶり。おどんぶり。うなぎの。でもおどんぶり嫌よ。何言ってんのよこの人は。ほら、おどんぶりでなくてさ、ご飯とかば焼きと別々になったの。お重に入ったのね。呆れた。あんたますます達者で、一つでいいの？足りなきゃビスケット食べる。バカ。ねえ、ドクトルうち？うん、大学。ああ、今日は水曜日だったわね。センター前の中西さんからお電話です。ああ、こっちにつないで。あ、ああ、もしもし。うん、今見てる。ちょっと待って。うん、うん、ダメだね。うん、うん、諦めるんだね。君には子供できんよ。君、あ、ちょっとここ片付けて。あ、先生、講義のお時間です。あ、どこだっけ。27番教室です。あ、そう。岡田君。まるで本が来てんだがね、ついでの時うちへ届けてくれないか。はい。ゲルトネル資金は1888年フランケンハウゼンにおける中毒騒ぎの際、ゲルトネル氏によって発見されたが、その伝染経路はまだ全く不明である。しかしまだゲネーゼすら明確にされていないものに、ポッケンやマーゼルと同様に流行性脳炎、エンセファリティスエピデミカもある。で、現今一般にエンセファリティスエピデミカと称しているものは、1917年ウィーンのエコノモ氏によって提唱された市民性脳炎、エンセファリティスレタルギカと同じものであるかどうか目下のところ疑問であるが、元来このエコノモ氏によって提唱されたエンセファリティスリタルギカは、おい、おい、君、そのままにしときたまえ。今頃市民性脳炎の流行した記録は極めてまれだから、そのままに寝かしといても心配はないだろう。さあ、いいかね。で、このエンセファリティスエピデミカとエンセファリティスレタルギカと同様のものであるかないかという問題については、うまくかえないうちうまいもんだっせ。京阪国道ピュッと60キロですね。
とてもええ気持ちよ。おじさんって乗せたいいよいいよ。しかしよくうちで黙ってるね。うん、うちやないし。そうだろうな。しかしせっちゃ危ないぜ。うちも円卓の運転しかてできないし。ねえ、乗せてあげようか。あんたこんなとこにいたの。うん、うちおじさんとお話ししてたの。ダメよ、荷物も片付けないで。せっちゃんはね、この頃自動車をやってんだそうだよ。自動車？よしてよ、東京じゃ。ケアするんだったら大阪でしてちょうだい。あんた、タバコ吸うの？吸います？ダメよ、そんなもの吸っちゃ。おばさまかて吸わんのに。おやしなさい。あんたまだお嫁に前よ。もったいないよってこんだけ吸うとこ。せっちゃん、あんたお風呂入ったら耳の後ろよく洗ってきなさい。何ぞついてる？うん。ねえ、拭いて。いやいや、汚い。岡田さんがお見えになりました。こんにちは。いらっしゃい。お客さんですか？いいのよ。ねえ、これ私のメセツコ。こちら岡田さん。先生にいろいろご厄介になっているのです。先生、これ取ってきました。いや、ご苦労さん。まあ、おかげだわ。奥さん、いいんですよ。いいわよ。ねえ、あんた家庭教師やってくんない？何のです？中学の受験準備よ。3日教えてくれればいいの。藤尾ちゃんなのよ。あの子ももう中学かね。ええ。頼むわ。いや、僕はどうも。わけないじゃないの。ねえ、困ってんだからやってあげてよ。しかし、先生ののお仕事も。先生の方がいいわよ。いいでしょ？頼むわ。やってね。そういいわよ。でもね、奥さん。いや、決めた決めた。いや、どうも。まあ、君、やってやるんだね。そうですか。地球表面の海の面積は陸の面積の約3倍にて、陸の面積の4分の3は北半球にあり、北半球にては海の面積は陸の面積の何倍になるか。何倍なるか。だからね、陸の面積の4分の3は北半球にあり。あ、ちょっと待ってて、いいものがある。陸の面積の4分の3は北半球にありか。北半球にては、あ、エチオピアこんなとこにある。海の面積は陸の面積の何倍になるか。おいおい、こんにちは。こんにちは。勉強してんのか？うん。君3番できた？ああ。どうなんだ？これね、地球の面積1とするんだよ。すると陸は4分の1だろ。だから北半球の陸の面積はね、4分の1かける4分の3は16分の3だろ。だから北半球の海の面積は、いいかい？
分の1マイナス16分の3は。ねえ君、その2分の1ってのは何だ。これ地球の面積を1としたでしょ。だから北半球のは2分の1。あ、そうか。ね、残り16分の5。これが北半球の海だろ。あ、そうだ。だから16分の5割る16分の3は1か3分の2倍。これが答えだよ。そうだ、それでいいんだよ。岡田さん、どこの学校出たの。大学だよ。へえ、本当に出たの。出たよ。じゃあ中学は。もちろん出たさ。じゃあ三分の試験あった。あったよ。うん、じゃあ僕たちも大丈夫だね。ああ、おい、ひどいことになるもんだな。都合の悪い時は仕方がないの。それでもあなたはとんがらがっちゃダメよ、ダメよ。あの、奥様。せっちゃん。まあ、いらっしゃい。こんにちは。しばらくね。さあ、どうぞ。皆さん、お変わりありません。ありがとう。せっちゃん、いつもさっそうとしてるわね。あら、おばさんかとうち来るためにはこうなりはりません。まあ、そんなお世辞どこで覚えてきたの。ほんまよ。おばさん来なかったの。ねえ、これおばさんの好きな鶴屋の昔ようかよ。まあ、どうもありがとう。これ、うちのおばさまから。あ、そう。おばさんに藤本先生いろいろありがとうって。あ、岡田さん。とてもよくしてくれるんで助かるわ。今本館に来てんのよ。そう。好きかやるよ。フランス。違うわい、南アメリカで。いいか見てろよ。あなたと添えなきゃ意味ないこの世、可愛がってちょうだい。インド。違い、アフリカで。それでもあなたはとんがらかっちゃダメよ。サム。違い、海じゃねえか。ねえねえ、とんがらかっちゃだ。こんにちは。こんにちは。なんでおばさんか。おばさんならいいよ、やろうよ。早くやれよ。うん、いいかい。台湾。台湾。あ、いけねえ。何してんの。当てっこしてんだよ。当たる。なかなか当たんないよ。おばさんやってごらんよ。うん、回して。よし、いいよ。北極。北極。なんずりや。都合の悪いときは仕方がないの。それでもあなたは止まらなきゃあかんよ。そんなに難しいの。ええ、なかなかバカにできんですよ。今日の問題なんか汗かきましたよ。そう。今だったら僕ちょいと中学の算術の試験難しいですね。頼りない先生。いや、真面目な話そうですよ。頼りない先生。いや。おじさま、勉強？うん。
うちタバコ吸いに来て。そう。ばさんよくもしよ。おじさん、このゴルフは？うん、やってるよ。土曜日には大概出かけることになってんだがね。いくつ？まあ、33か4だな。こんな半でやらへんわ。うち、上手になったからやめてしまった。手の皮熱になってかなわんし、これに暇もあらへんのやわ。清本もやらんならんよって。おお、清本やってんの？うん、やってるわ。お中であげまして、うち、筋やっちゅうて保証班に褒められてんのよ。そうかね。おじさん、今日ゴルフに行かないの？今日はちょいと調べ物があるんでやめたよ。さようか。あんた、まだそんなことしてらっしゃるの？もう時間よ。今日はゴルフどうしようかと思ってんだ。どうして？行ってらっしゃいよ。運動しなくちゃ毒よ。私ちょっと出かけてきますけど。せっちゃん、おじさんも出かけたから、あんたお留守番してらっしゃい。行ってらっしゃい。おじさん、行くの？やっぱり、ちょっと行ってこよう。なんや、しょうがないな、みんな行ってしまって。でも、せっちゃんはまあ、お留守番をしてるんだね。いや、先生いらっしゃい。いや、こんにちは。のこのこ静かのいいところかね。いや。ほう、目指しだね。ええ。これはうまそうだな。先生、今からゴルフですか？うん。ほう、論文やってんね。ええ。ねえ、君、ちょっとこれ預かってくれないか。ゴルフいらっしゃらないんですか？うん。ひょっとすると今晩君のところに泊めてもらうよ。ここへですか？うん。迷惑かね。いや、どうぞ。だがね、君、うちへは内緒だよ。あ。いや、じゃあ君、僕はちょっと出かけてくるわね。そうですか？うん。西銀座のね、セルバンテスってバーにいるが、なんだったら後からでもやってこんかね。ええ。ドクトル、今日は遅いわね。うん。いつもドクトルがお待ちになるのにね。うん。このウイスキーどうしてデンプルってのか知ってるかい？さあ、会社の味じゃない？デンプルってのはね、エクボってことだよ。それ、これがそうだよ。そう？また担ぐんじゃない？ほんとさ。
あ、いらしたわ。さあ、遅かったね。いや、すまん。いらっしゃい。いや、君行くのか。今日はやめるよ。どうして。今日はちょっと気が済まないんだ。そうか。じゃあ僕もやそうかな。さあ僕も気が済まないのはね、女房のやつが土曜日にはゴルフ行くことに決めたんやって、今日なんか君まるで追い出されてきたようなもんだよ。それはまあ同情するがね、しかし今日は君行ってくれよ。でね、行ったらすまないがこれちょいと向こうで掘り込んでくれないか。なんだ奥さんよか。いつも出すことになってんでね。なるほどね。で君は今日どうするんだよ。ちょいとちょいとおいマダム、今日の患者はドクトルが払うからね。そんなんじゃないよ。どうぞ君払いたまえ。行ったらあのバンカー気をつけた方がいいぜ。ああ、あれか。この日はコンディションがあれだったんだよ。奥さんでは今日歌舞伎行ったらしいね。そうかね。あの日は気をつけた方がいいぜ。ああ。なずまんの頭大臣と言われど、誠は不安の万歳も知らやかずせど、それとの格好。そのご安のことを思えよ、火事連日の叱る君、どうやさんがとんだの知らずやか。もてをつむめてきがた、とって秘伝の御免書。あれ用人の本座の方も。秘伝の方も。いざ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 。おもろに頼まる名古屋もとは。さてこそ、不安の万歳右衛門。長いに変わらぬ大変に。場所も大きにはすまなる。腹の中なる長野町。無理よくここで、はい、申したな。知らないの、潜りね、大船の上からよ。あ、そう。じゃあ先生、ゴルフの道具どうなってたの？友達のうち預けてきたんだ。女の友達？冗談じゃないよ。様、おい、せっちゃん、どうしたい？どうしてここにいることが分かった？第6回、そやけどさ、とこあるわ。穴に追い出すみたいにされて、ゴルフに行きはったらおじさんもうおしまいよ。うち軽蔑したら思ってたんやわ。おじさん、何飲んでんの？うちもこれ飲んだろ。これちょうだい。おい、せっちゃん、こんなの飲んじゃダメだよ。平気やん。おい、せっちゃん、酔うよ。ちょうだい。せっちゃん。うち、こんなもん2、3杯飲んだかって平気よ。おじさま、うち、東京の芸者派みたいわ。え？ねえ、連れてって。どうせおじさま、今日はうち帰れへんのやろ？行こう、行ったろ。
おじさんはどう？もういいよ。あかんな。おいせっちゃん、もういい加減によした方がいいぜ。かまへん、ほっといて。どう？すいません、東京の芸者さっぱりしてはるよってに、うち大好きやし。先生、いらっしゃいませ。いや、今晩はまた綺麗なお嬢様とご一緒で。いや、うちの命なんだよね。この通り煽られてるよ。まあお綺麗ですこと。へ、おおきに。どうぞごゆっくりと。へ、おおきにすんまへん。おじさんどう？いやもうあかん。あかんのね。あ、ちょっとそれ見せてんか。これええな。うち欲しいわ。うちの何とと変えて。かまへん。旦那、変えて。まあ、でもこんないいのと。かまへん、変えてね。これうち気に入ってしまった。ういおい、せっちゃん、もうそろそろ帰ろう。まだええ、うちも動くの嫌や。うちもここ泊めてもらいます。おい、せっちゃん、帰ろう。いやよ。ダメだよ、帰らなくちゃ。いやよ、うち頭痛い。なん、商売に出さんかって。おい、せっちゃん、帰ろう。おい、ダメだよ、帰らなくちゃ。なあ、おじさん、おうてって。おじさんはね、ゴルフ行ってることになってんだぜ。せっちゃん、おい、せっちゃん。しょうがないなあ。あ、ねえ、君、本郷三丁目の大成館という景色に電話かけてね、岡田さんと人を呼び出してね。そんなんかかんかって。うちもここ泊めてもらいますさ。
また返事しないのね。はい。遅いわね、せっちゃん。一体いつ頃出かけたの？4時頃出かけになったの。もう1時よ。ちょっとその辺まで行って見てまいりましょうか。行く先もわかんないのに何見に行くの？お帰りになったようでございます。ただいま。おばさん、起きたはったん？どこ行ってきたの？どこ？あんたお酒飲んでんのね。うん、ちょっと。呆れた人ね。せっちゃん、いらっしゃい。ここ座んなさい。まあ、ええやないの。いいことありません。お酒なんか飲んで。あんたまだお嫁入り前の体よ。ここ座んなさい。もうええがな。せっちゃん、せっちゃん、起きなさい。せっちゃん、起きなさいってば。今までどこ行ってきたの？お酒なんか飲んで。せっちゃん、せっちゃん。うちもう寝てしまった。気持ちいいや。うちもう何にも聞こえまへん。せっちゃん、おじさまのお留守の間に間違いでもあったらどうすんの？あんたは大事な体よ。私はあんたのこと心配して言ってんのよ。そないにうちのこと心配してくれるのやったら、お冷やいっぱい持ってきてんか。せっちゃん、はよ持ってきて。うい。奥様、先ほどの自動車の中に岡田さんが一緒？は。君が起きた時にはもう降ってたかね。ええ、いつ頃から降り出したのかね。さあ、明け方からじゃないですか。しかし今日雨が降ろうとは思わなかったね。うん、でもだいぶお天気は続きましたから。あ、先生焼けましたよ。あ、ねえ君、これは本降りかね。本降りらしいですね。そうかな。あったな。どうなすったんです？いや、実はね、家内に出すハガキにいいお天気だと書いたんだよ。へえ。昨日ゴルフの仲間に向こうから出すように頼んだんだがね。しかし雨が降ったら出さんでしょ。それがね、そんな気の利いた男じゃないんだよ。そうですか。それは困りましたね。君、笑いごっちゃないよ。ねえ君、伊豆の方も降っとるかね。さあ、この分じゃ全国的じゃないんですか。弱ったね。あ、先生焼けてますよ。28
や。はい。おばさんうち？はい。今日はずっとうちにいそう？は、どちらにもお出かけにならないようでございます。お部屋にいらっしゃいます。どこも出かけないように気をつけててちょうだい。はい。旦那様がお帰りになりました。お帰りなさい。いや、あいにくの天気で、うん、あちらいかがですか。うん、まあまあ。ねえ、節子には困りました。昨日あなたがお出かけになるとすぐにどっかに出かけて一時ごろお酒を飲んで帰ってきたんですよ。酔っ払っ酔っ払って。ええ、それに私の言うことなんかてんでバカにして何を聞いてもろくに返事もしないんですよ。うん。それにあなた岡田さんと一緒に帰ってきたんですよ。岡田と。ええ。あの子は大事な体なんですから、もし東京で間違いでもあったら。うん、そりゃそうだ。ねえ、あなたから厳しく言ってやってくださいな。そりゃ言おう。節子、わしの部屋よこしなさい。え、せっちゃん、おじさまがお呼びですよ。はい。おじさま。あ、せっちゃん。ちょっと頼みたいことがあるんだ。なんや。ゴルフ場からね、出してもらったハガキが明日あたり来るんだがね、おばさんに見つからないようにうまく受け取っといてくれよ。なんで？うっかりね、上天気と書いちまったんだ。うちに任しとき。頼むよ。おじさんは今までお母さんとこにいやはった？うん。うち、ゆんべ飲みすぎて頭痛いわ。おばさまやらいご機嫌悪いにゃ。朝からうちに一言も口聞きられんの。しかし、岡田の見つかったのはまずかったよ。ふみやはもう開けに来たもん。これに運転手がぐずぐずしててな。これでうち、やこしゅうごかさしもて。うち誤解さないやったらウィリアム・ポーやれって誤解してほしいわ。わかったね。キョロキョロしないで、おじさんの顔よく見て。立って立って。おじさんはね、せっちゃんが憎くて叱ってるんじゃないんだよ。一人で出かけるにしても行く先をはっきり言っとくとか、あまり遅くならうちに帰ってくるとか、何にしてももっと事情してやってもらわなきゃ困るよ。せっちゃん、よく聞いとくんですよ。ね、分かったね。今後はおばさんのおっしゃることはよく聞いて、こんなことのないように。ね、分かったね。なあ、おじさん、腹黒いわ。うちもおよよ。いや、でもね、おじさんばっかりええ子になって、お母さんとうちえらい貧乏じゃ。なんと言っても今度のことは君にも落ち度があるし、おばさまのおっしゃることもよく聞いて、少しは考えてくれなきゃ困るよ。え？わかったね。Thank you.
僕たちも辛いですよ。何しろ奥さんは体の残り服なんですからね。今後は絶対にうちに来ないでくれ。介入に手をかまれた。というようなことをおっしゃるんですよ。ねえ、濡れ切りにしても少しひどすぎますよ。ねえ、先生、なんとか弁解してくださいよ。ねえ。うん、ねえ、先生、お願いしますよ。ねえ、先生、僕はよっぽど本当のことを申し上げようと思ったんですけど。まあまあ、君、それは君も辛いだろうけれど、当分我慢してくれんかね。そのうち何とか目安するから、ね、頼むよ、頼む。だからね、呼びつけてうんと言ってやったんだけど。そう、うん、私、紹介はしたものの、そんな具合だからもう責任は持たないわよ。そう、でもあの軍艦マッチってそんな男じゃなさそうだけどね。ねえ。なに？なにさ。でもちょっと恥ずかしいな。なにさ。なに？うん、ねえ、へえ、そうなの。だけどこんなことあるかしら。結婚してから14年目よ。そりゃおめでたいわね。そんなこと恥ずかしがってこないじゃないの。動物園のカバだって子供産んだよ。バカ。カバ。バカ。ねえ、このドクトルに見てもらったらどう。冗談じゃないよ。そんなことしたら一生頭上がりゃしないよ。じゃあ旦那様ご機嫌がいいわね。うん、それが風邪ひいて寝てんのよ。いつから。あんたんとこ大丈夫だった。何が。あんな雨の中ゴルフしてさ。雨、おかしいわね。いいお天気で絶好のゴルフ日和。へえ、おかしいわね。奥様、旦那様お帰りになりました。おじさま、えらいことしてしまった。頼まれたはがき、おばさんに見られてしまって。うち取ろう思ったら、おばさま横から持っていくねもん。モーション早いわ。あなた、ゴルフは杉山さんとご一緒だったんですか。ゴルフ場は雨だったそうですよ。この絶好のゴルフ日和ってのは何のことなんです。おばさま、ええやないの。あんた黙ってらっしゃい。ねえ、振ったかって振ったかってそんなことかまやないの。あんた黙ってらっしゃい。あんたあっち行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。おかしいじゃありませんか。同じゴルフ場で杉山さんとこ雨だ、あんたとこお天気っていうのは一体どういうわけなんです。雨降りゃお天気が悪いってことなんですよ。この絶好のゴルフ日和だなんて、あんたのとこだけ雨はよけて降りましたか。ねえ、杉山さんはお風邪をひきになったそうですよ。ねえ、一体どうしたっていうわけなんです。ねえ、どういうわけなんです。おばさま、お客さんお帰りよ。早よ行ってあげてえな。私分かるまでお聞きしますから。ちょ、中づいちゃった。そう。じゃあうなぎ取ってもらいなさいよ。ここんちのうなぎちょいと食べられてよ。そう。ねえ、あんたたちなんだってそう急に帰るの。まだいいじゃないの、帰らなくったって。ねえ、もう少しゆっくりしてったらどう。ねえ、いいじゃないの。あんたの好きなうなぎ取ろうと思ってたんだけれど。うん。でもねえ。そう？帰る？じゃあまたね。ふみや、お客様お帰りよ。
忘れないで。はい。旦那様は？ただいまお庭の方からお出かけになりました。危ないとこやった。通り成功や。ダブルスティールや。うん。だがおばさん今自分怒っとるぞ。仮面仮面。おじさま、そないにおばさま怖い？いや、別に怖くはないさ。そうやったらもっと元気出したらやないの？飲もう。うん、おじさま、なんでそないにおばさまに遠慮せんならんの？そやおっとおばさんずっとすんのよ。うちは名屋でかまへんけど、おじさんは旦那さんやないの？旦那さんよ。うち旦那さんやったら、もっと積極的にやっとるわ。あんな気ままな奥さん、ぶへんってやったらなあかへん。そうもいかんよ。いかんことあれへん。やらんよってあかんねん。飲もう。おじさん、また芸者を見に行こうか。金あったらうちあるわ。行こう。おじさま？おじさん？ドクトル？おっさん？おじこ？言うてらわ。おかえりなさいませ。せっちゃん、どこお出になったんです？どこ行ってきたの？あんたまたお酒飲んでんのね。あれほど言ってもなぜわからないの？あなたも一緒でなんということです。うん、せっちゃん、なんとか言ったらどう？ねえ、なんとかおっしゃいよ。ねえ、なんとかおっしゃったらどうです？ちょっと散歩に。せっちゃん、いい加減なさいよ。もういいわ。帰ってよ。すぐお酒に帰ってちょうだい。帰らんでもいいじゃないか。あなたは黙っていらっしゃい。ねえ、帰ってよ。帰ってちょうだい。いや、うち帰ったらと帰りました。おばさまに言われたらうち帰らへん。なんですって？だいたいあなたがいけません。あなたがいけないから節子が増長するんです。増長してるのはお前じゃないか。わしが黙ってればいい気になって少しは考えたらどうだ。うん、節子は大阪へ帰らんでもよろしい。とかあるわ。こうやってもなけんねん。うちもう胸スーッとしたわ。胸すかし飲んだみたいや。今晩よう寝られるわ。うん、うちも寝よ。おじさまおやすみ。
おば様。さっき、うち、えらい悪いこと言うてしまった。気に触ってあるけど、堪忍してね。ねえ、うち、あんなこと言うつもりはなかったんやけど、えらいこと話やこしゅうなってしまったからに。これはおじさんやかて悪いんやけど、おじさん、あの日ゴルフに行かれるんだのよ。ねえ、こんなこと言うて、えらい生意気やけど、おじさんやかてゴルフに行きとうない日もあるわ。あの日、おじさん岡田さんとこへ泊まれはったのよ。うち、石やったん。女のくせにお酒なんぞ飲んで、えらい心配かけてしまって、堪忍してね。そらうち悪いんやもん。おばさまに怒られるのは当たり前やけど、そやけどなあ、おじさんやかってかわいそうやわ。うち悪いと思ったら謝ります。ほらおばさん別に悪いとこないのやもん。おじさんに謝ることはあらはしまへんけど。そやけどね。ねえ、おばさま、堪忍してね。さっきはどうもすまなかった。つい雪上がり上あんなことになってしまって、とにかく殴るということはよくなかった。腹も立っただろうけど、まあ一つ勘弁してもらいたいな。どうも大変よくなかった。いえ、私こそ何を知らないで、今節子から聞きまして、ゴルフの日岡田さんのところお泊まりだったんですってね。うん、いやどう聞いてくれたか。ええ、私知らなかったもんですから、つい言い過ぎまして。いや、わしこそつい言いそびれてな、岡田にもとんだ迷惑をかけてな。しかし分かってくれてわしも安心したよ。どうもすまなかった。気に留めんようにな。どうもすまなかった。じゃあ、まあおやすみ。あなた。いや、どう。風邪をひかんようにな。ええ。なんや、おじさんその顔。おじさんなんや。うちへしばし組んどいたのに、おじさんの方から謝り行くことあらへんないの。おばさまの方から謝らせなあかへん。なんや、ちょっとファインプレーしたと思ったら時期やばい。しょうがない。もう一遍やってみ。旦那さんはもっと威厳持ったなあかへん。でもあれあれでいいんだよ。いいことあれへんちゅうたら。いやー、これはせっちゃんにはまだわからんよ。いやにね、奥さんに威厳を示す人もいるけれど、あれあんまりよくないよ。奥さんには花を持たせんじゃいかんよ。奥様はね、旦那様を抑えていると思ってるのはいい気持ちなんだから、まあそっちとくんだね。なんていうかな、ほら子供を叱る時にね、
逆にこう褒めるだろ。あれだよ、つまり逆手だね。逆手？うん、逆手か。こんなこと知らなんだ。へえ、そうか。ええー、こと聞いた。うちおぼろだ。そう？それちょっと見たかったわね。ポカンと開いたの？うん。いくつ？一つ。どこんとこ？ここんとこ。いきなり？うん。ピシャッと？うん。痛かった？うん。いいわね。うちのなんかダメさ。いくらやってやっても向かってこないんだもん。あんたまたものすごい顔すんじゃない？バカ。ガバ。気の毒ね、買ってやる人はなくて。藤井ちゃんにどう？バカ。ガバ。ねえ。で、せっちゃんいつ帰んの？今晩ニューグランドでみんなでご飯食べて、9時の汽車で立つのよ。なら一緒に連れてくれよかったのに。うん、でも岡田さんと一緒に今買い物行ってんのよ。こう逆手だったんですか。うん、そんなこと知らへんもん。あんたとうちえらいアホみたい。あんたも結婚して逆手つくとあかへんし。いや、僕はつかないな。あんたもつかいそうやな。いや、僕はとっても素直ですよ。売り込んだかったあかしまへん。あんた逆手つくたら、うちまたその逆行っただけや。平気や。今度いつ来ます？総慶戦には来るの。うち早稲田大好きやもん。僕も早稲田好きだな。うまいこと言ってからに。これ逆手と違いますか？いや。明日の今時分、もう大阪や。じゃあもうどの辺まで行ったでしょう。さあ、沼津あたりかな。今頃はもう寝台でよく寝てるだろう。そうね。なあ、せっちゃんが帰ったんで、なんだか急にうちの中が寂しくなったな。うん、あの子のことからまたそのうちやってきますわ。うん、どうも時々来てもらった方がいいようだな。ええ。コーヒーでも入れましょうか。うん、でも今から飲んで寝られるかな。寝られるわよ。